い、どうもこんにちは、ゆでろがうちせいたです。はい、あのなんですけれども、まあ静かなパチンコ屋に、まあ今日もいるということで、前回リゼロのパチンコの、まあ、3000発取った後 V 入賞しなかったらどうなるのかっていう動画を、まあ、撮らせていただいたと思うんですよね。まあ、そのホールさん、同じホールさんがね、また協力してくれるということで、マリオンガーデン岐阜本店さんが閉店後に動画を撮ってもいいよということで、またこのホールにお邪魔させていただいてるんですけれども、今回なんですけれども、まあ、番長ゼロの設定録をちょっと打っていこうかなと思っております。それは何でかと言いますと、まあ、番長3が結構人気だったじゃないですか。番長3結構人気だったんですけれども、その撤去後番長ゼロが導入されて、番長3が、まあ、好きな人がね、おそらく番長ゼロをまた、まあ、打つことになると思うんですよ。でも設定があれ、低設定だったらね、もう5、6万負けて帰ることになりますので、しっかり設定6の挙動っていうのを、まあ、僕のチャンネルで、まあ、動画を投稿して、まあ、確認していただくことによって、まあ、被害者って言ったらあれですけどね、まあ、より楽しめる方法を僕は提案していきたいということで、まあ、今日も、まあ、閉店後ただで動画を撮らせていただけるということで、まあ、このマリオンガーデンさんにお邪魔しておりますということで、まあ、早速、まあ、打っていこうと思うんですけれども、あ、なんかリゼロの景品がなんかいっぱい導入されて限定品らしいんで、まあ、これよかったらみんな、もし勝った後、勝ったらね、これ交換していくのもいいと思いますわ。ということで早速番長ゼロのコーナーへ行こう。ゴーゴー。番長ゼロどこなんだろうな。すげえ閉店後だ。扉開いてるらしいぞ、どっかで。あった。まあ、今日が、導入初日らしいんですけども、うわ出てるわ、4000枚近く出てる。こっちも4000枚。あ、これも1500枚ぐらい出てるわ。まあ、導入初日はしっかりマリオン使うんだね。まあ、ということで、まあ、設定6を、まあ、今からリセット後にしてもらって、しっかり、まあ、ゼロゲームから打っていこうと思います。それでは実戦開始。あ、今から設定を変えてくださるそうなんで、設定を変えていただきます。設定変更中です。お、設定変更中です。はいはいはい。で、設定が設定変更中です。6、設定変更中です。1、2、3、4、5、設定変更中です。じゃあ6で、はい、設定変更中です。おー、なるほど。設定変更しました。ありがとうございます。これ番長ゼロめちゃくちゃうるさいんで音量は下げましょう。まあ夜なんで、まあこのぐらいでいきましょうか一旦。リセット。ここか。遅い。特訓開始。運ぶっす。行くぞ。ユーグレード級の男の級。メイドインジャパンは高品質。過去最高額のダンス貯金。取ったぜ。ワクワクじゃ。左、中、左、右、充電完了。パンダ上がり、右、左、白黒つけるぜ。
右へ、マスカップ左、右へ左、おそらくなんですけども、オーラの色がまあ黄色でも揃ったってことは、まあ6だったらもう何色でも揃う可能性がめちゃくちゃ高いっていうところですね。はい、ということでまあ行きます。いただきるだ、右まき左。あと気になるのはいただきロードが一発一撃性がどのぐらいあるかっていうところですね。まあ弱 AT があるのかどうかって話、まあやっていきましょう。右左、右左、マッカー、マッカー落ちるぞ、右左、危なかったぜ、マッカー、右左、マッカー、右左、右左、マッカー、左、出るんすね。出来れ着 AT かなと思ったら案外出るんすけども、まあ、50乗った後、まあ一つも乗ってくれなかったんで、まあそこら辺で調整している可能性はあるんすけども、まだわからないんで、まあぶん回していこうと思います。アスチョキボーナス発生じゃ、右左中、
轟豪鉄だ。いきなり満タンじゃ。眠いっす。めちゃくちゃ眠いんでジュース買いに行きます。真夜中の邪悪な缶コーヒー買いに来ます。はい、ワンキャラ演技中。お手並み拝見。高度成長期だからな。やるぜ。後ろに道ができるぜ。直撃行くよ。
はい、ということで、まあ、約3時間ちょい、まあ、分回させていただいたんですけれども、いや、まあ設定6とはいえ、まあ、順調に伸びるかと思いきや、まあ、今へこみ始めてるんで、まあ、何とも言えないのが現状ですね。はい、まあ一つだけ違うかなっていうのは、まあ、いただきの直撃確率がおそらく違うっていうのはあるんですけども、低設定でもおそらく出ると思うんですよ。なので、まあ、直撃が出たからとはいえ六角ではない、五六角とかではないっていうのは一つと、まあ、おそらくもうボーナスの時点で AT 入るかどうかっていうのが時事化予告が出てたんで、まあ、そこで結構、まあ、決まっている可能性もあるんではないかなということで、まあ、AT の、まあ、突入確率が、まあ、重要にはなると思うんですけれども、まあ、これだけじゃ何とも言えないですね。もしかしたらこの挙動だったらもうみんな捨ててるかもしれないし、まあ出来の悪い、まあ、4なのかなとか、できている方の4なのかなとか、まあいろいろありますので、まあ少しでもまあ参考になればということで、まあ動画にさせていただきました。まあ6でも全然ハマるはハマるんで、まあちょっと難しいですね。まあ参考になるかどうかわかんないですけども、まあ参考になったという人は、まあこれを参考にしてホールでしこたまぶっこ抜きましょうということで、お疲れ様でした。帰って寝ます。ありがとうございました。